祭り家康では描かれなかった本田重次。南紀町ね、はい、どうする家康ではなぜか描かれなかった大物に本田重次がいます、うん、年下の石川数正が出奔し、気合の入る重次は家康上洛時に俺に万が一があったら母親を殺せと命じられて、大満所の宿所の周囲に秀吉に伝わるのをわざと承知で薪を積み上げて秀吉を挑発、うん、それによって秀吉が当然わかるわけですから、はい、秀吉の命で最終的に家康から蟄居を命じられましたが、家康愛による秀吉挑発ね、気合の鬼作座だっていうことも知っておいていただければと思います。今回は以上です。